学に合うかどうかちょっと電学、電学の続きでございます。鴨場広瀬まりでございます。今日は電学しまったな、酒のお話をしてますけれど、電学やっぱり日本酒がいいということでね、今日はいろんなところのお酒を飲みながら電学パーティーでございますけど、一度お味噌をつけたで、あのお豆腐にこうまたね、今軽く炙って二度漬け前、二度漬け前、これ前です、二度漬け前でございます。これ落下しそう、落下しそうなやつはそのまま食べればいいんじゃないかな。そうですね、味噌をちょっとつけて食べればいい。この串打つのも大変なんですよね、うん、で犬山の田楽の串は3本に割れてるんですよね。誰も聞いてないよ。江南は2本だったもん。ほんと江南で食べた田楽は2本に2つに割れてて、そうなんです。そうなんだもん。でも3本は串打ちが難しいんですよ。あ、そうなんだ。あの田楽屋さんに聞いたところ、2本はこう、なんかこう、手でやれないけど、はいはい、2本は下げて1本は上げてちょっとこう固定するようにやるって言って、はいはい、言っていたので、画角絵としては何にも変わらない絵ではずっと声しか入ってませんけど、あ、二度漬けのほら色が違うの分かります？ちょっと色濃くなったでしょう、はい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 、焦げてるわけじゃなくて2度目の味噌が美味しくついているのでございます。ちょっと焦げてるところもあるけどね。いやいやいや、くしゃみ出ました。これ美味しそう。でもこれ見てるだけで美味しそうだよね。この炭火の色がいいよね、これね。じゃあ楽しんで、あ、これにちょっと山椒乗せてね食べると美味しいでございます。